い、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬のしつけが大事な理由ということでお話しさせてもらおうかなと思います。はい、子犬のしつけが大事っていうのはね、結構ね、よく広まってはきてるんですけれども、じゃあこれなんでやらなきゃいけないのかっていうことですよね。あ、なんとなくなんかせないかんのかなではなくて、あ、なるほど、そういう理由があるからやらなきゃいけないんだな。それを腹落ちしてやるのとやらないのでは全然そのやっぱりね、飼い主さんの行動が変わるんですよ。なので今日はそこをちょっとね、深掘りしてお話しさせてもらおうかなと思います。本題に入る前にお知らせなんですけれども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ早速、子犬のしつけが大切な理由です。はい、まあ本当にね、いろんなことがあるんですけども、僕が大事にしているの一番の根本のところ、僕がこの子犬のしつけをお話している根本の部分です。それはなぜかというと、殺処分につながるからです。はい、皆さんどうですか、子犬ちゃんね、こう抱っこしててさあね、そういう殺処分するとこ、さあ連れて行くぞって思いますか？思わないですよね。ね、で、なんやかんやね、噛んだりとかトイレ、ね、失敗したりとかある、もうちょっとイラッとすることもあるかもしれんけども、そこまで考えないかもしれないね。けど実際に殺処分ね、それをする方は、やっぱ捨てしまう方っていうのはやっぱりいらっしゃるわけなんです。で、それは最初は皆さんと一緒です。ちっちゃくて可愛くてコロコロして、あ、可愛いなから始まってるんですよ。けどあれよあれよとね、そういう風になってしまうね。で、それにやっぱつながってしまうから、やっぱ子犬のしつけっていうのは大事なんですよってことなんですね。で、あるデータ、僕はね今ちょっと勉強してるところでちょっとデータが出てきたんでね、そういう殺処分連れていくところ、これ外国のデータなんですけども、そういう殺処分連れていくところで、なぜ殺処分するのか、その理由です。問題行動が 40% なんです。あるデータによると 40% ですよ。子犬のしつけをちゃんとやっておけば、その殺処分の 40% を減らせるってことなんです。これってめちゃくちゃ大きいと思いません？ね、その殺処分を連れていく方の 40% が本当にもう困って噛まれたりだとか吠えたりだとかで困って、もう一緒に暮らせないという選択を取ってるわけなんです。じゃあこれ外国のデータでしょ、日本そんなねおぞましいことないですよって思うかもしれないんですけど、僕も実際2組でやったことがあるんです。柴犬の子と、トイプードルの子です、ね。本当にもうこれも2人とも噛んでしまったんです。やっぱりそのね、やっぱその噛み癖とかもやっぱり子犬のうちからきちんとやっておけば、ね、どうってことないことをやっぱりね、いろんなやり方、間違った方法だったりだとかをやってしまって、そういう風になってしまったわけなんですよ。だから僕はそれを、その時に何も知識がなかったんで、どうすることもできなかったんです。もうただただ話を聞くだけしかできなかったんですよね。だから僕はこの、ね、そういった方がやっぱり少なからずいるっていうことなので、やっぱこの子犬のしつけっていうのを世の中にどん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 広めたいっていうことで、まあ、ブログなり YouTube なりインスタなり、ね、ここ行こうっていうものを立ち上げたりだとかっていうふうにさせてもらってます。なのでやっぱり本当に大事なのは、問題が出る前のしつけなんです。はい、問題が出てからではやっぱり直せないこともあるわけなんですよ。なのでやっぱりその小さな芽の時に摘んでしまうっていうのが一番大事に、僕はしつけ、それがしつけで大事なことだと思ってるんですよね。なので子犬のしつけっていうのを大事にしてほしい。じゃあ実際何をしてあげたらいいのか、じゃあ私はね、子犬を迎えても確かにちょっと今困っているけど、そうなんだ、じゃあ何をしてあげたらいいのかね、飼い主さんの第一歩っていうのを今日ね、宿題でお話させてもらおうかなと思いますので、どうしようかなって迷っている方はぜひ宿題取り組んでみてください。では今日の宿題はこれです。はい、ですね、今日は子犬のしつけが大切な理由ということで、本当にね、今はちょっとカジカジ感で、ああもう痛いなぐらい住んでるのが本当に大変なことになってくるんですよということをお話しさせてもらいました。じゃあどうしたらいいんですか。もうこれはたった一つです。思い立ったが吉日、もう今日からやっていきましょう。で、本当にやり方がわからなければ調べるもよし、ね、専門家に聞くもよし、何かしら一歩っていうのを踏み出してください。で、大事なことっていうのは、今やっていることを続けても変わらないです、ね、今やってても全然変わらないな、ね、それちょっと兆しが見えてきたらっていうのは OK けど、ずっと1ヶ月も2ヶ月も3ヶ月もやってだんだん悪化してきてるなっていうのは、今のやり方はおかしいってことなんです。だからやり方を変えなきゃいけないね、やっぱ専門家に行くのが僕は一番だと思います。それが一番最短コースですし、お互いがストレスがないしつけができると僕は思っています。なので思い立ったら吉日、しっかりと、ね、一歩目踏み出してほしいかなと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。